はい、皆さんこんにちは。痛風大吾のローアルコーンスメ始まります。今回もですね、前回に引き続き、モナンスタジオにて、モナンのスーパースターゾエさんから、はい、春におすすめのドリンクを紹介してもらいたいなというふうに思っております。前回の桜サワーとかサラトガとか春で良かったですね。美味しかったです。ありがとうございます。はい、今日じゃあ1杯目何しましょう。こちらですね、まずアルコールの方からご紹介させていただくんですが、はい、白桃を使った、はい、白桃のお茶割りに。白桃のお茶割り、はい、まあ、いわゆる中の緑茶割り、はい、そこに白桃のシロップを入れます。そういうちょっとジャパニーズ的なものをちょっとおしゃれに、はい、おしゃれにやってみたいと思います。はい、とまずはこちらは通常のモナンのホワイトピーチ、はい、ホワイトピーチ白桃のシロップでございます。15ミリ、はい、で焼酎、焼酎ですね。30ミリ、もう氷を入れていただきます、はい、緑茶を8分目ぐらい、グラスの8分目ぐらいまで入れるとちょうど160ミリくらいに入ることになる。はい、はい、で、スプレア、はい、で、最後にレモンスライスと、おしゃれな葉っぱを、はい、はい、この辺はもういつも江戸井さん流ですね、はい、これを入れていきます。おしゃれにするか映えさせるか、はい、はい、できました。桃の緑茶割り、はい、ちょっとそのネーミングからはちょっとわからないような非常におしゃれな、カクテルになっております。はい、非常に簡単ですけれども、まずはでは飲んでいきたいと思います。はいはい、あ、タイムのボタニカルの香りがまずしますね。本格的な感じがします。なるほど、フルーティーな感じが、はい、あのお茶割りってこうやはりこうおじさんが飲むものみたいなイメージがあります。これでしたらぜひ女性に飲んでもらいたいですね。なんかこう今ワールドワイドにこういうお茶、緑茶を使ったようなカクテルって人気だと思いますけど、こういう出し方したら、ね、いいですね。いいんじゃないかなという。ぜひ皆さん試してみてください。2杯目は、ノンアルコール、ノンアルコールですね、はい、ノンアルコールのフラッペを作らせていただきます。出ましたね。で、桜に続き、はい、日本の春の代名詞、いちごを使わせていただきます。みんな大好きな、みんな大好きな、いちごのフラッペ、いちごのフラッペです。もうすごくシンプルないちごミルクを作って、そちらをフラッペにしていこうかな。もうお子様から大人まで、はい、みんなが大好きなやつですね。です非常に楽しみです。はい、で、牛乳を120ミリ、はい、で、いちごの果肉入りのピューレです。こちらを15ミリ、で、毎度おなじみモナのフラッペベースというスムージーとかのベースになるもののバニラがついている、バニラのフレーバーがついているものを入れてあげます。じゃあ 30g 魔法の、ね、魔法のパウダーが入ります。あとはここに氷ですね。氷が大体150から 170g になり、まあ、グラスのサイズによってちょっと変えていただければなと思います。ブレンダーで回します。はい、これでもう中身の部分は出来上がりです。グラスに注いでいただきまして、はい、やっぱりスムージーといったら出ました、はい、クリームは欠かせませんので、はい、かけていただきまして、冷凍のいちごとかですね、はい、そういうものを上から果肉ですね、乗っけていただければ、大人も子供も楽しめるいちごミルクが完成になります。また可愛いのがで、ちゃんと春らしくピンク色で、はい、できました。いちごのフラッペ、いちごのミルクフラッペ、ミルクフラッペ、いや、相変わらずおしゃれなドリンク。じゃあまず飲んでみたいと思います。そのままいっちゃって、そのままいっちゃっていただければ
めちゃめちゃ美味しい。あのちっちゃい時からあのもう慣れ親しんだ、はいはい、のちょっとハイブリッドバージョンというかやっぱりおしゃれなバニラのちょっと濃厚なテイストが入りますので、うん、一杯で満足感がある。最高です。これアルコールレートしたら何がいいですか。これモッカとか、うんうん、個人的には意外とですねあのテキーラ入れると思います。またよりおしゃれになりますね。おしゃれな感じです。ぜひ次回やってみましょう。はい、今日もですね、江添さんから春のドリンクを、選んでもらいましたが、今日はですねアルコールが入っているのはこの桃のお茶割りだけでしたのでこちらで計算していきたいと思います。はい、今回も焼酎だったので 25% が 30ml でなんと 6g という形でまたまた非常にヘルシーな飲み方ができるようになりますね。はいはい、そうですね。でも非常にいいですよね。飲み応えがあるっていうのは、はい、まあ、これからのその需要とかに合わせて使っていただいて、いや今回も素晴らしいドリンク提案ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。